一生懸命作ったコーンフレークだよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、お、誰かが遊びたがっとるね。じゃあちょっと行ってみようか。お、アリスちゃん。あ、間違えた。アリスちゃんって思いっきり管理人室の方に。私と遊びましょう。遊ぼう遊ぼう。遊ぶ。食べ物、お宝、モザイククイズ。モザイクがかかっているアイテムは何なのか。3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。スタート。この辺は私結構得意な。ほい、第1問。てててん。招き猫。よし、選択肢見てないぞ。イェーイ、次。モザイククイーン、第2問。ててん。わからん。え、どれ？北京ダックかな？多分カップラーメンでも黒板消しでもないと思うけん。消去法、推し。そういう状態ね。はい、次。最終問題。ててて、ん。わからん。え？オムレツ。多分あれ、添えとる野菜が映っとると見た。おー。なるほどね。ね、オムレツってさ、ケチャップかけたりせんの。うん、もしかしてそのまま食べるんかな。オムレツはケチャップがかかっとるものと想像しとったけん、ちょっと赤み足りなくねって思ったんやけど。ほい、じゃあ、小さいやつ。お、なに？サンゴのかけらをもらいました。お、やった、かわいい。あの、二つ目は何のトロフィーやろう。クイズに正解したトロフィーかな。毎年手帳を買います。なんかね、手帳はね、買って、ま、なんかいろいろ書き込んでなんか満足するタイプ。あとなんか、すでに起こったことを書き込んだりとかするかな。予定じゃなく、何々をしたみたいな。まあ、自己満だよね。日記も兼ねとるかもしれん。お、シッシーさん。どうした？放心状態。入りますよ。どうもどうも。おはようです。おはようです。お腹が空きました。お腹が空きました。お、ということで、何がいいかな？アユの塩焼き。アユの塩焼き結構みんなにあげとるけんな。てかこれね、ほら、ちゃんと湯気出とんよ、見える？最初気づかんかった、私。どう？まあまあ美味しかった。好物に入ったね、よかったよかった。別に、能天気ってわけじゃないんです。能天気ってわけじゃない。でもなんか部屋でね、ポケーっとしとる感じは能天気っぽい感じはしたよ。あ、そうだ、なんか、噴水の方でイベントって書いとったよね。よし、入る。恵みの噴水、募金中。みんなありがとう。お、今日は8810円集まりました。だいぶ増えてきたね。嬉しい、嬉しい。このイベントは？また別のことしようかな。あ、朝市。食べ物を大量購入するチャンス、ぜひ買ってあげよう。買おう、買おう。美味しいコーンフレークだよ。お、コーンフレーク？一流シェフも納得しだよ。一流シェフも納得のコーンフレークだってすごくね。めっちゃ素通りしてるけど、買ってあげるよ。じゃあちょっと5つほどちょうだいな。はい。なんかあの棒読みな感じ可愛いよね。一生懸命作ったコーンフレークだよ。よくね、なんか。ん？特に。おう。アスムと台湾さん。やっぱいつも一緒にいるな。仲良きことはいいことだよ。なんか、前回も言ったような気がするけれども。じゃあちょっと、お、キング。めっちゃ頭かいてる。めっちゃ頭かいてる。おシャンティー。おシャンティー。何？おシャンティー。またかい。くしゃみが出そうで出ません。みんな多いよ。毎回必ずあるような気がする。羽で鼻のあたりをこすってくしゃみを出してあげましょう。
キング頼むよ。キング頼みますよ。盛大にくしゃみをしてくれ。お、いけるいけるいける。あい、小刻み小刻み。はい。へっ。収まらないで。諦めないで、みたいな言い方になったけど。わかる？マヤミキさん。さあ、来い。はっ。おっしゃー、来た。おー、すっきりしてよかったよかった。でもあれ絶対ね、絶対これ私の顔びしょびしょになっとることない。確実にね。いえいえ、こちらこそ。こちらこそってのもおかしいけど。お。モビールをもらいました。これいまいち使い方がわからんねえけど。何するためのなんだろう。ああ、夜更かし。いかんよ。お肌の大敵よ。お肌の大敵？お肌に大敵。わからぬ。お肌のかな。お肌のだね。どうでもいいけど。お、せつなくんがなんか屈伸を入ります。おはようです。おはようです。変顔も練習したので。お、変顔。見るよ見るよ。どんな変顔？ドラムロール。お。いいですか？あ、うん、いいと思ういいと思う。面白い。楽しんでもらえて何より。楽しんでもらえて何より。みんないいね、センスが。今日は何をしようか考えているところです。何をしようか。でもね、なんか、学校も仕事もなくみたいな時ってさ、なんやろ、ぼーっと過ごすよね。私大抵、前々から友達と約束するとかそういうことがないけん。まあ、あったとしても、ね。その日になってみると予定ってわからんけんさ、大抵今からどこどこ行こうとかそういう方が多い気がするよ。お、あきちゃん。めっちゃ首回しよるけどどうした？肩が凝ったかな？おはようございます。おはようございます。礼儀正しい。お腹が空きました。お腹が空いた？じゃあ、あ、さっき買ったコーンフレークを、ね、朝だし。どこだ？普通にここ？朝食のとこ？え、ないよ。あれ、デザート、あ、ここ？ここってなんなんやろ。じゃあ、ほい、コーンフレーク。忙しい朝の食卓に、ミルクをかけて栄養バランスよく。コーンフレーク美味しいよね。でも私はね、プレーンじゃなくてチョコ派なの。どうぞどうぞ。ケロッグのやったらもっといいかなーって感じ。はぁ、マジで？私がこんだけコーンフレークの美味しさを語りよるのに。分かり合えてない。いい人を演じることはないですよ。いい人ばかりだとつまらないですから。いい人を演じること、なんかすごく悟されたんだけど。大丈夫だよ、うん。ありがとう。ありがとう。じゃ、ちょっと、ミーニュース？ニュースをチェックしてみよう。島で起こった新鮮なニュースを。今日はどんなニュースが？ほいほい。おしゃれなネイルアート。いいねいいね。女の子の間でリアル。折り鶴の模様。へえ。ケン君カリスマモデルだったの？え、男女を問わないデザインって言われてもさ、男の人で爪これだったらちょっと嫌だよ。それに関しては、桃の方がよく知ってますよ。桃ちゃん知ってそう、なんか。微笑ましいのかな、はい、女の子がしよったら微笑ましいけど、男女問わずって言われたら違う気がする。まあでも最近はね、男の人も、すごい爪を磨いてるみたいなの、ネイルを気にしてるっていうのはよく聞くけど、でもやっぱり、ね。ネイルを塗るとかそういうのは違うかな。あ、このお花見スタイルさ。え、これあれやろ？今月限定のやつやったよね。そう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 。これお金があるうちに買っておこう。お花見スタイル。満開の桜に囲まれる生活。毎日お花見ができるのでここだけですよ。
ね、ユニポンちゃんがここに住んどるよね。これちょっと気になっとったけん買う。なくなる前に。あとは、お、かっこいい。軽音スタイル。大きな音を出しても防音だから安心。仲間を集めてバンドをやろう。いいね、いいね。そして、ゴシック女王スタイル。青い月の光に照らされた耽美的な装飾。この部屋には美しい人に住んでもらいたい。美しい人に住んでもらいたい。なるほどね。アイナではダメなんだ。アイナとアスムではダメなんだ。紫の壁スタイル。スタイリッシュな紫で統一された部屋。大人の女性にこそ似合います。すごいね。特別な品。カタログ。あ、なるほど。この辺は見たやつか。ありがとうございました。ほいほい。帽子の侵入家は？いらっしゃいませ。鬼の角？鬼の角一本。女の子がつけたら可愛く見えて男の子だと強そう。それが鬼の角、かっこ一本。これ二本やったらさ、ラムちゃんみたいになるのね、うるせえやつらの。一本ってあれやん、てんちゃんとかの方やん。カラー帽子。小さいお子さんの外遊びに欠かせない。しっかりフィットして風に飛ばされません。これカラー帽子って言うん。あたしら赤白帽って言いよったよ。これさ、なんか赤と白半分半分にしてウルトラマンとかってしおるね、男子おったよね、小学生の時とか。なんか休み時間、休み時間っていうか昼休みに外に遊びに行く時と、あと掃除中にかぶっとったかな。星のサングラス。星の形が人目を引く。あなたをキュートなおバカさんに変える。おバカさん。なるほど。あれ、これライチちゃんつけてなかったかな、気のせい。つけとった気がする、頭にね。季節の品。お、博士の帽子、なんかニューカラー着とるよ。つばひろも。つばひろ前からあるよね。あ、ほんとや。私、紺色買ったけど、なんか緑っぽいね。じゃあ、あと服も。入る。いらっしゃいませ。漢字 T シャツ、外人さんがよく着とるような感じかな。え、どこ漢字？背中、あ、背中？どれどれ？おー、おー、なんかかっこいいかも。背中に背負った漢字2文字。海外旅行に来ていったら注目されるかも。え、任天って書いとる。任天堂の任天？なんとなくかっこいいね。キャビンアテンダントの、キャビンアテンダントの服。お、なんかかっこいい。アテンションプリーズ。安全な空の旅をお手伝いしたい人に。誰がいるの、そんな人。おー、これ繋がっとんかな、上と下。飛び職の服。大きく膨らんだズボンが特徴的。高いところもスイスイ登る身軽な人になれそう。なるほど。カラー派手だな。派手だね。あ、なんか火炎やつ、ベルサイユ風ドレスっていうのがある。お、豪華。贅沢すぎる豪華な服。社交界デビューはぜひこの衣装で。社交界とかあるの？ダンスパーティー？やっぱなんかあのホテルがあるぐらいやけん。街乗りの服。で、自転車乗ってる時だけじゃなく、降りた時だってかっこよくいたいですよね。あー、なんかこういうメッセンジャーバッグ背負っとんかな。すごいね。季節の品。もうタンクトップとか出てきとる。おお、男らしい。鍛えたボディを見せつけろ。マッチョな上腕筋にみんなメロメロ。ドットシャツとカーゴ短パン。あ、かわいい。男性でも着こなしやすいドット柄に注目。ハーフパンツとの組み合わせもかっこよし。あ、さっきの紺色の方がいいよね。半袖チェックシャツ。さりげないチェック柄が素敵。爽やかな印象の方にぜひ着てほしい一着。なるほど。じゃあちょっとまたマンションの方。お、誰か友達になりたがっとるよ。ライチちゃん。あ、ほらほらほら。さっき見たサングラスやっぱりつけとる。じゃあちょっと入っていこうか。こんにちは。誰とお友達に？おお、アスム。わからぬ。きっと合うんじゃないかな。相性バッチリ。なるべくみんな進めて仲良くしていきたい。お、満足度レベルアップ。ということは、今回は、どうしよっかな。じゃあ道具で。じゃあ道具で、猫を飼おう。
どこだ猫。あれどこ行った猫。いなくね。あ、猫レンタル券。これ、猫があなたの部屋にやってきます。なんという幸せでしょうか。なんという幸せでしょうかって言われても。ほい、あげる。どうぞどうぞ、猫を飼ってください。結構ゆるいマンションよね。すでになんか悟りを開いている。まあね、人生一回きりやけんね。思いっきり楽しんでくださいまし。おお、猫飼ってる、猫飼ってる。ちっちゃい、かわいいな。いいね。やっぱあれはね、犬と比べて猫はそんなに近寄っていくわけでもなく、マイペースな感じで、ふらふらとしているけど。ライチちゃんめっちゃにこやかに見よる。お、いいね、いいね。なんか見つめ合いよりよ。しゃべっとくか。パシャッと。おし。なんかいつもこれ私写メ撮りよるけどさ、どこで見れるんかよくわからんのよね。お、懐いてきたかな。いいね、いいね。うん、ケンくんが呼んでらっしゃる。僕と遊びましょう。ほい、遊ぼう、遊ぼう。またこれか。これも苦手だ。キャッチ。ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのもの。床に落としたら失敗です。よし。鈴、さあ来い。あや、なんだって。もう一回、もう一回だけです。めっちゃ笑顔で、さあ来い、来い。あー、なんてこと。難しくね、これ。絶対難しいよね。また遊んでください。また遊ぼう。お、ティッシュありがとう。ティッシュもらった。アユナとは毎日のように遊んでます。おう、仲が良いのだね。よかったよかった。あれ、犬は？え、ワンコがいないけど。え、常にいるわけじゃないの、あれ。なんか好きな時だけ呼び出す感じ？それかあの一回だけなの、いるのって。え？ライチちゃん、あれどこ行ったっけ？ライチちゃんの部屋まだいるよね、ちゃんと。もしかしてすでにいないのかと思った、ちょっと一瞬。ちょっとクラ君の夢が気になったから見に行く。入るよ。いつも私は人の夢の中にお邪魔するけど。夢。お、お、なんだ？鏡。お、逆向きに歩きうる。お、気づいた？うわ、こけた。鏡の中に別世界が。うわー、怖い。どういうわけかお宝操り人形を拾いました。私今回鏡ゲットかなって思ったんやけど、あの夢で操り人形って怖くない？ふえー。お、起きた。おはよう。こんにちは。こんにちは。新しいものを見ると何でも欲しく。最近、最近っていうかなんかまあ、技術がいろいろと発達してきたから、私が子供の頃よりもいいものがいっぱいあると思うよ。ね、なんかどんどん子供用のおもちゃとかも進化してきとるし、いいよね。ほい、ということでまあ、じゃあ今回はこの辺で終わろうかな。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。だいぶ人増えてきて、あと5人。あと5人しかこのマンション入れんけど、その後でかくなるんかな。